過ぎればですね。過ぎればなのよ。もう一回やるかやったらもう無理やでしょ。もう無理でしょ。もう怖いよね、もう。斉藤さんも、まさきさん聞いたんですよ。うん、いや もしコーチ来たらどうします、もういいでしょ。ほらさ、もういいよって言ってましたもんね。きついっすよね、あれはもう。やっぱその話するだけで胃が痛くなりますもんね、僕らでも。あ、そのでも、まあ、今となってはな。でもまあやってる時はな、もう5連敗以上しようもんなるもんな、もう。ほんまもう巨人での大丈夫かよ、5連敗はやばいっすよね。でもなあったからな、そら。で、村瀬さんがコーチの時は、監督は、うん、原さんが最初です。原さんに12年使えたのが長っ。で、吉野が3年、うん、原さんの僕の印象っすよ、うんうん、1期目は原さんめちゃくちゃ優しくて、うん、なんか帰ってコーチにすげえ気使う、だ現役の時の原さんみたいだな、疲れちゃうのかなっていう意味で。1年目も厳しかったよ。厳しかったっすか。何言ってんの、こらーって言われたよ。マジっすか。そりゃそうさ、いや、いきなり優勝したじゃん、1年目。あ、そうでしたっけ、うん、原さんの時は怒ることがない、いきなりぶっちぎり、もう勝っちゃってるから怒ることがない。で、いきなり日本一だから、おいおいおい、持ってるな、持ってるね、優しいしなぁと思って。たまには注意があったよ、まずチャンスなんぞってみたいな、選手とちゃうぞコーチはって。でも2年目やっぱ負けたやん。それは厳しい。でも思うけど、それで監督って必死やったし、逆に監督が必死やったからこっちもついていこうと思ったよな。あの現役の時の原さんはその怒るイメージもあった。怒られたことないもん。ないっすよね。会話ってもらって、飯食いに行きたい、飯食いに行こう、そうですね、腹減ったですね、焼き肉いいっすね、お焼き肉、そんなですよね、ステーキ食べるかとかね、もうそれしかない、だからな、イメージはそれしかないですね。それしかない、違っちゃったんですね。いや、でもそれはしょうがないよ、そら。ベンチでこう、うわーとかやってる時に原さんのリアクションが、うん、いや相当裏ではぶち切れてんなっていうのが、もう、うん、1期目はあんま感じ、あら強かったですからね、うん、1期目の最初が、いきなり優勝やもん。相当ホッとしてる人もいますもんね、その現場を離れてると。やっぱりでも思うけど、普段は優しいね。そうですよね。あのユニアム着てる時、星野さんもそうでしょ、言うやん、俺星野さんは知らんけど、半端じゃなく優しいですね。そうでしょ、原さんだって普段は普通や、昔の原さんと一緒やから。ただ勝負に限っては、うん、やっぱしあかんかったら素直に受け入れて、うん、あのまず対策練ろうやないかってことやからさ。何に対してが一番厳しいですか、その。何やろうな、ピッチャーだったら逃げんなとかあるじゃないですか。ピッチャーやったらそれはフォアボールばっかやったらさ、どうなってんだみたいなさ、何教えてんだお前らみたいな感じですか、うんうんうん。で、同じバッターにカンカン打たれるとさ、ちょっとお前配球目しか考えにあかんやろって言われるさ、うん、でも任せてくれるからね。なるほど。あ、俺お前に任せてんだよって言われる。確かにそうやなと。あ、それまた考えます、頼むよお前、任せんだよって押さえてくれって言われる。一番きついですよね。あ、でもやっぱ原さんと星野さんって別だけど、怒り方一緒ですね。俺思うけど、顔が全然原さん優しいじゃない。星野さん怖そうじゃない、最初からですね、うん、それでイメージだけだって。だ俺、ふって一緒ですね、知らんけど、ね、噂とか話聞いたらな、似てるんちゃうのかな、そっくりですね、うん、それだけ聞いても。でやっぱりこのチームを勝たせたいと。あ、そうなんですね、うん、俺の仕事は勝たすことやと。あ、そうなんですね、その1点なんちゃうの。そうなんですよね、うん、優勝したらいいこと待ってんな。で、また負けず嫌いですよね。で、その星野さんは、うん、政治家になれって最後言われたんですよ、うん、政治家にならなあかんって言われて、うん、でまあ、ってことな、何かなと思ったら根回しだみたいな。だからその結局怒ってる時、僕もまあ多少やんちゃだったから、うん、その星野さんの怒り方が、うん、絶対怒ってねえよっていうのも分かったんですよ、うん、場面でバーンやるけど気合い入れてるだけだとか、うん、ちょこっとこう話し計算されてるわけ、計算してるんですよ。で、選手のことはまず怒んないです。へー、僕らって怒られるのが。原さんもそうじゃないんですか、うん、コーチ会議でもコーヒーとかの、うん、ちゃんと陶器のカップとかは割らないんですよ、うん、コーヒーの入ってるポットを割れないやつをドーン落とすみたいな。へー、まあ、原さんで、でも一流どこには部屋に呼んだりしてたんちゃうかな、やっぱりな。あ、うん、1対1で、うん、注意する時もあったろうし、うん、どうなんやろ。監督になる時にちょっと原さん相談したんですよ、うん、なんか監督の話来てんですよ、うん、いいじゃないかって言って、うん、ただなお前さん年俸はしっかりもらえよって言われて、うん、もらえなかったんですけど、キャップの時どうだって、はい、もらえなかったんですよ、やっぱりみたいになったんですけど、まあ俺が言えるとしたら、うん、ね、布団に親父から言われたけど、うん、
団の中で考えんな、うん、椅子に座って考えろってのは全部送るよって言われて、うん、ずっと座ってるようでした椅子に。あれさんよく言ってたよね、俺はもう考えるのはまたやっぱり寝ながら考えちゃあかん。あの食事の時とかも原さん皆さんとこう結構食事されるって噂は聞いてるんですよ、うん、その時は野球の話はやっぱ出てくるんですか。出る出る。その時はまだ温厚な感じですか。全然普通だ。ユニオンも脱いで飯食う時はもう全然普通。ああもう全然普通。じゃ普通にじゃあ村さんとか肩が壊すよねみたいな普通に喋れる。俺も普通。もう監督がユニオン脱いだら普通と思って思い込んでるから。あじゃあ当時の原さん、うん、中みたいな関係になっちゃってるいいんですね、うん、そこで。すごいですね切り替え、うん、僕はやっぱ星野さんからたまにそれはそうだ明日のことはどう思うとかそれはねいやもうこう思いますけどやったらお前何思いついや聞かれてみる考えてましたよおおそうかやああなるほどまあ明日ゆっくりも聞こえないかみたいなあ、うん、原さんの野球っていうのはライオンズは基本誰が監督やってもある程度徹底してて、うん、バッテリー中心に守るっていうのが徹底されるんですよ、うん、原監督はどういう原さんもそうよ基本的にそうセンターライン、ね、藤田さんの野球がいざって影響あったと思うけどね俺はね長島でも打ってかっこよく勝ちたいっていうのもそうあったかもしれんけども、うん、やっぱり村田はバッテリーがしっかりせんと勝負ならんって思う、うん、それで怒られるわけですねその打たれりゃ、うん、しっかり作ってくれと、うん、でもう3点以内で負けんのが文句言わんと言わない、うん、もうしっかりで打てんかったらしょうがないであと贅沢言うとも取られ方って村田あるよなっていうやっぱり3回1点、6回1点の6回2点と初回は2点じゃえらい違う。ああいきなり2点かと思うのと。そうですね。うん、そこもう1点抑えられるんだから。ありますね。で、よそやん。だから俺のバッテリーミーティングでみんな、あの初回飛ばしてこねってよくもう最初にね。うん、もう最初に行くぞと。うん、6回2点、俺も何も言わん。そのがやっぱ取られ方ってあるから、無駄なフォアボールでホームランと、それは初回からね、うん。注意されるぞ。ヒット、ホームランしょうがない。それは6回、4回、5回とかやったらな、はあうん、ミーティングとかもあれですか村さんとかヘッドでも、まあ、バッテリーコーチでも、うん、僕らがやってたようなミーティングのスタイルですかそうそう一緒一緒きちっと、うん、でその通りきちっとやれてたらいいわけですよね、うん、単純に言えば、うん、でやっぱりすごい一流バッターが絶好調で来たら一打席目こうやって行こうって打たれたらベンチの責任ある言うやん確かにその通り言ってたら別に打たれてもね、うん、でインコース行こう多めに行こうってもう打ってんの外ばっかりや踏み込まれて打ってるっつって、うんでインコースガーンと打たれたら監督すいません僕インコース多めに来て言いましたと青かったってかっこいいっすねでちょっと話変わるんですけど原さんがキャンプ行く時に、うん、オーパス1とかそういうノマネコンティを200本送るっていう噂を聞いて誰がそんなどんなお金持ちだよそんな僕は大統領ちゃうね久米島までその話がこう来てたんで、うん、僕あ仙台に、うん、僕は監督になったんでじゃあ俺は負けないぞっつって庄三郎を200本注文したっていう、うん、でオープン戦の時、うん、監督やっぱりそのオーパスとか200本それはないよお前そりゃそうでそれはないよでもあれはお酒好きやしええお酒やんかあそうなんですよねあの方あ なんですかねだから僕村田さんは他球団知らないじゃないですか、うん、巨人は巨人の人しか絶対分かんないです、うん、もう他のことのルールの人たちは巨人には通じないんですよ巨人は早抜きしか監督やってないっていうじゃないですか、うん、できないんですよだから分かんないですよね他球団とかそうやなあの、ね、大人じゃないですか大人なんですよそう分かる分かる、ね、巨人軍って例えば30分前ぐらいにみんな集まるじゃないですかいやそれオーバー15分ぐらい前じゃないジャイアンツタイムですよロミエルランドで試合とか玉川とかあだから結局道が渋滞嫌やから早めについて向こうで喋ってこうかみたいな感じグラウンドに降りちゃって、うん、ロッカーにいないですもんねだってもう下に降りてってますもんね皆さんグラウンドに早めについた方がさそれがジャイアンツタイムってだけなんですか、うん、都会だからそうじゃない渋滞に巻き込まれるやん僕一番最初びっくりしたのは、うん、所沢から行ってんのみんな知っててくれて、うん